岡本鬼道怪談一夜通一、お福さんという老女は語る私のような年寄りに何か話せとおっしゃっても今どきのお若い方々のお耳に入れるような珍しい 変わったお話もございません。それでも長い間には自分だけにはめずらしいと思うようなことがないでもございません。これもその一つでございます。わたくしが17の年。 文久二年でございます。そのころわたくしのいえは本郷の木坂下町どなたもごぞんじのきく人形でなだかいだんご坂の下でちいさなさかやをひらいていました。むかしはあのさかにだんごをやいてうるちゃみせがあったので。 だんご坂という名が残っているのだそうでございます。今日とはちがいまして、そのころの根津や駒込たりは、ずいぶんさびしいところで、わたくしどものすんでいる坂下町には、小笠原さまのおおきいおやしきと、みょうれんじというおてらと、 おはたもとやしきが七八けんありましてそのほかはまちやでございましたがだんござかのきんじょにはうえきやもあれば百姓のはたちもあるというようなわけでこんにちのこうがいよりもさびしいくらいでございましたそのみょうれんじというおてらのまえに 浅井宗右衛門という浪人のお武家が住んでいました。なんでも欧州の白川とかの二本松とかのはんであったそうですが何かのことで浪人して七八年前から江戸へ出てきて親子二人でここに棚狩りをしていました。 えも門という人はそのころ四十四五でご心臓には千年死に別れたというので独身でした一人息子の与一郎というのは二十歳ぐらいで色の白いおとなしやかな人でした浪人ですからこれという商売もないのですが 近所の子どもたちを集めて読み書きを教えたりしていわば手習い師匠のようなことをしていました。もちろんそれだけではたつきが立ちそうもないのですがいくらか蓄えのある人と見えてぶじんに七八年を送っていました。お父さんは寝酒の一合ぐらいを。 毎晩欠か,かさずに飲んでいました。この親子の人たちが初めてここへ越してきた時は私もまだ子どもでしたからくわしいことはよく知りませんが近所の人はこんなうわさをしていたそうです。あの人たちも今に驚いて立ち抜くだろう。 それには司祭のあることでその家に住む人には何かのたたりがあるとかいうので56年の間に10人ほどもかわったそうですなかにはひとつきもたたないうちにそうそう立ちのいてしまった人もあるということでしたいったいどんなたたりがあるのか 私もよく知りませんが、ともかく5、6年の間にその家からお葬式が三度出たのは私も確かに知っています。浅井さん親子もそれを承知で借りたのです。そんなわけですから家賃は無論安かったに相違ありません。 家賃の安いのにほれこんであんな化け物屋敷のような家へ住みこんではいくらお武家でも今に驚くだろうとみんなが陰でうわさをしていたのです。世の中に物のたたりなどがあろうはずがない。とそうえもんという人は笑っていたそうです。 もっともこの人は顔に黒あばたのあるおおがらの男で見るからにつよそうなろうにんでしたからまったくもののたたりなどをおそれなかったのかもしれません。論より証拠でいまになにごとかおこるだろうとうわさされながらあさいさん親子はへいきでここにすみ通していたのですから。 わるいうわさもしぜんにきえてしまってきんじょのひとたちもあんしんしてじぶんのこどもをけいこにやるようにもなったのです。7ねんも8ねんもぶじにすんでいるいじょうまったくそうえもんさんのいうとおりよのなかにもののたたりなどはないのかもしれないと。 くしのりょうしんもときどきにはなしていましたそうするといままでのひとたちはなぜむやみにたちのいたのでしょうおおかたきんじょのうわさをきいてただなんとなくきみがわるくなってめにもみえないかげにおどかされてそうそうににげだしたのかもしれません お葬式が三度出たのも自然の回り合わせかもしれません。今の人なら無論にそう考えるでしょう。昔の人もまあそんなふうに考えてしまったのでございます。浅井さんも最初は手習いの師匠だけでしたが後には 剣術も教えるべつに,に道場のようなものはないのですがうらのあきちでのてんげいこをするのでわたくしどももたびたびみにいったことがあります。そのころはえどももうすえでよのなかがだんだんにさわがしくなってきたものですから町人でもしないなどをふりまわすものもできて。 浅井さんにお弟子入りをしている若い衆が10人ぐらいはありました。さてこれからが本文のお話でございます。最初に申し上げました文久2年この年はお正月の元日に大雪が降りまして。 それから毎日風が吹き続けて方々に火事がありました正月のみそかには小石川さすが谷町から火事が出て私どもの近所まで焼けてきましたその春から上野の中道が大修繕の工事に取り掛かりましたので お花見差し止めというわけでもありませんが、たいていは遠慮して、上野のお花見には出ませんでした。向う島にはお武家の乱暴がはやりまして、よったまぎれにぬきみを振り回すものが多いので、ここへも女子どもはうかつに出られません。その上に、 ぎりははやりおしこみはおおいまことにぶっそうなよのなかでわたくしどものようなわかいものはなにがなにやらむがむちゅうでただただいやなよのなかだとおびえきっていましたところがまたそういうじせつがもっけのさいわいで 今日で申せば失業者の浪人たちがいろいろの方面へ召し抱えられておちにありつくことにもなりました。浅井さんもその一人で一旦浪人した旧藩主のお屋敷へ帰参することになったのでお父さんも息子も大喜び近所の人たちもおめでたいと言った。 って祝いましたついては長年お世話になったお礼も申し上げたく心ばかりの祝宴も開きたいと存ずるからご迷惑でもお越しを願いたい。こう言って浅井さんは普段懇意にしている近所の人たちを招待しました家が広くないので招待を2日に分けまして。 さいしょのばんはきんじょのひとたちをあつめつぎのばんはけんじゅつのおでしたちをあつめることにしたのです。わたくしのちちもさいしょのばんにまねかれましてしゅじんもまんぞくきゃくもまんぞくみんながおめでたいをくりかえしてきげんよくかえってきました。 さてそのつぎのばんにふしぎなじけんがしゅったいしたのでございます。2それは五がつなかばのくらいばんでときどきにこまかいあめがふっていました。一方は高台で、 きんじょにはもりがおおいのでわかばのしげっているこのごろはつきよでもずいぶんくらいのですからこんなばんはなおさらのことでございます。あさいさんのいえにはじゅうにんばかりのわかいしゅうがあつまりました。なにしろおやこふたりのおとこせたいでおんなのてがないのですからこんなときには。 お求人にも困りまりす。そこで近所のお豊さんおすみさんという娘2人が手伝いを頼まれましてゆうべも今夜も詰めていましたお料理は近所の仕出し屋から取り寄せたものですがそれでも10人からのお客ですからお座敷と台所とを掛け持ちで お豊さんもおすみさんもなかなかいそがしかったのですわかいひとたちばかりがあつまったのですからこんやはなおさらにぎやかでだんだんおさけがまわるにつれて陽うきなわらいごえがおもてまでもきこえましたそのうちにしゅじんのあさいさんがこんなことを言いいだしました 月日は早いもので私がここへ来てから足掛け8年になる世間の噂ではここの家には何かのたたりがあるというそれを承知で引き移ってきたのであるがその後に一度も怪しいことはなかった私もせがれもこれという病気にかかったこともなく災難に出会ったこともなく 無事にに、年月を送ってきた上に今度は図らずも元の主人の屋敷へ帰算がかなうようになった。私にとってこんなめでたいことはない。最初に誰が言い出したのか知らないがここの家にたたりがあるなどというのは嘘の川でたたりどころかかえって福の神が宿っていると言ってもいいくらいだ。 浅井さんもめでたいせきではありこんやはいつもよりおさけをすごしているのでじぶんのいったことにまちがいのなかったのをほこるようにこえたかだかとわらいながらはなしていましたきいているひとたちもみんなくちをそろえておおせの通とおりとわらっていました これで無事に済めば全く仰せの通りですが主人も客も面白そうに飲み続けて今夜もやがて4つに近いかと思う頃に裏口の戸をトントンと軽くたたく音が聞こえたので座敷にお給仕をしていたおすみさんが台所の方へ出て行きました。 つづいてうらのとをおなじようにトントンとかるくたたくおとがきこえたのでこんどはむすこのよいちろうさんがでていきましたうらもおもてもひっそりしてそのあとは物音ものおともきこえませんおすみさんもよいちろうさんもそれぞれかえってこないので ほかの人たちも不思議に思って23人がバラバラと立って表と裏へ出てみると外は一寸先も見えないような真っ暗闇でそこらに人のいるような気配もないのですいよいよ不思議に思ってうちから火を取って出てみましたがやはりそこらに。 人の影は見えないのです。はてどうしたのだろう。みんなも顔を見合わせました。はじめに裏口から出たおすみさん、次に表へ出たよいちろうさん、どっちもそのまま行方不明になってしまったのですから、みんなが不審気がるのも無理はありません。 裏と表の戸をふたりは,はどこへいったのでしょうこのばあいそんなせんぎをするよりもまずそのふたりのゆくえをさがすほうがちかみちですから56にんのわかいしゅうがちょうちんをてらしてうらとおもてへかけだしましたとしのわかいひとたちであり ふだんから剣術でもならおうという人たちですから小雨のふるくらいなかをみんないそいででかけたのですでてはみたがけんとうがつかないおもいおもいにみぎとひだりへわかれてあてもなしにそこらをよんであるきましたおすみさんおすみさん よいちろうさーんそのこえにおどろかされてきんじょのひとたちもでてきました。わたくしのみせのものなどもでていっていっしょになってさがしあるきましたがふたりのゆくえはどうしてもわからないのでどのひともただふしぎだふしぎだというばかりで。 なんだか、夢のような、きつねにでもばかされたような、わけのわからないような心持ちになってしまったのでございます。おすみさんは、町内のさかんやのひとりむすめでした。おとうさんのとうきちというのは、そうとうにうでのあるしょくにんで、でしふたりとこぞうひとりをつかいまわして、 別に不自由もなく暮らしているのでしたおすみさんは今年16で浅井さんへ手習いの稽古に来ていた関係からゆうべも今夜も手伝いに来ていたのですおっかさんはおときといってふだんから病身の人でしたふしぎとは言いながらも こうなるとだれのむねにもまずうかぶのはよいちろうさんとおすみさんとのかんけいですわかいどうしのあいだになにかのえんがむすばれていてやしきえきさんがかなうことになればふたりはあうことができないまんいちおくにづめにでもなればいっしょうのえんきれですそこで 二人が相談してかけ落ちをしたとまあ考えられるのですがそれならば今夜のような時を選ばずとももっと都合のいい折りがあったろうと思われます。いかに年が若いと言っても二人とも子供ではなしかけ落ちと決心した以上は相当の支度をして出るはずです。 この雨のふるばんに着替えの一枚も持たずにどこへとびだしたのでしょう。そう考えてくると二人のかけ落ちも少し理屈に合わないように思われます。さりとてまさかに心中するほどのこともありますまい。二人の家出を別々に考えていいのか 一緒に結びつけていいのか。それが第一の疑問です。もう一つの疑問は裏口の戸をたたいたのは誰であるか。表の戸をたたいたのは誰であるか。それも一人の仕業か、別人の仕業か、一向に見当がつかないのでございます。 夜があけてもふたりはかえってきませんのでさわぎはいよいよおおきくなるばかりですきょうもこまかいあめがときどきにふりだしてなんだかうすぐらいいんきなひでしたそのひのひるごろにわたくしのみせのわかいものがこんなことを聞ききだしてきました 三崎町の大泉寺というお寺の那須署が檀家の法要に呼ばれて帰る途中、ちょうどその時刻に坂下町を通りかかると谷中の方角から十日十一ぐらいの女の子が長い振り袖を着て折からの小雨にそぼ濡れながら歩いてくるのに出会いました。 こんなよふけにちいさなおんなのこがどこへいくのかと思ってふりかえってみおくっているとそのこのすがたはあさいさんのいえのあたりでみえなくなってしまったというのですもちろんまえにももうすとおりのくらいばんですからそのこのすがたがきえてしまったのか にさなっしょの方でもそれほどふしぎにもおもわないでそのまま行きすぎてしまったのですがけさになってあさいさんのいっけんをきいてもしやそのおんなのこがとをたたいたのではないかと言いいだしたのです。 若い者の報告を聞いて、私の父は首をかしげていました。坊さんなんぞというものは、とかくそんな怪談めいたことを言いたがるものだからな、本当かうそかわからない。しかし、それを聞いたのは私の店のものばかりではないと見えて、そのうわさが。 たちまちに近所に広がって駆け落ちのうわさが一種の階段に変わりましたやっぱりあの家にはたたりがあったのだ今まで何事もなかったが浅井さんがいよいよ立ちのくという間際になって不思議のたたりが起こったのだ息子の与一郎さんはともあれ 他人のお墨さんまでがどうして巻き添えを食ったのでしょう。おすみさんまでがなぜたたられたのでしょう。それが飲み込めないと私の父はやはり強情を張っていました。父がいくら強情を張ったところで2人が行方不明になったのは争われない事実で。 駆け落ちか階段かいだんかふたつにひとつときめるよりほかにないのでございます。ぜんごのじじょうからかんがえるといっとにかけおちともきめられずさりとてかいだんもうたがわしくみんなもうそのはんだんにまよってしまったのです。 それについてお父さんの浅井さんの意見はと尋ねますと最初は何にも分からぬと言っていましたがしまいにはこんなことを打ち明けたそうです大戦寺の那須ュが見たという年の頃は十0日11で長い振袖を着た女の子実は それについて少しく心当たりがないでもない私がここへ引き移った日の夕方にそれらしい女の子が裏口からうちを覗いていたことがある大方近所の子供であろうと思っていたがその後ここらにそんな子の姿を見かけたことはなかった私もそれぎりで忘れていたが今度の話で思い出した ナッショが出会ったという怪しい女の子はどうもそれであるらしいこうなると確かに怪談ですおすみさんのお父さんの藤吉は大事の一人娘が行方不明になったのですから職人たちと手分けをして吉が今の子で心当たりを探し歩いて。 あひのゆうがたにがっかりしてかえってくるとみぎのかいだんです。かわいそうにおとうさんはいよいよがっかりしてかおのいろもまっさおになってしまいました。さなぎだにびょうしんのおっかさんはとっととこにつくというしまつです。 おすみさんといっしょにはたらいていたおとよさんもそのはなしをきくとふるえあがってこれもにわかにきぶんがわるくなってねこんでしまいましたあめのふるばんにながいふりそでをきたおんなのこがとをたたきにきてわかいおとことおんなとをさそいだしていった。 よれば、触ればそのうわさで、何のたたりか知りませんけれども、浅井さんもとうとうたたられたということに決まってしまいました。今まで近所の評判もよく、ことに今度のさんを祝っているさなかに、こんな騒ぎが出退したのですから、町内の人たちも一層気の毒に思いましたが、 こういう階段になってはなんとも手のつけようがありません。いままで高原をはいていただけに近所の手前めんぼくないと思ったのかもしれません。浅井さんはだれにもむだんでそのばんのうちにどこかへ立ち去りました。かざいはそのままにのこしてあって 机の上にこんな置き手紙がありました。「前略この度は意外の矜持できご長内中を騒がせ申し総楼城。何とも申し訳もこれなく総楼。とり分けて、て藤吉殿にはお気の毒に存じ申し総楼。ついては、その後の仙義つかまつりたく存じ総楼へども。 何分にも既存の日限、切迫いたしより騒楼ままその意を得ず騒楼こと至極残念に存じ騒楼少々の家財そのままに捨て置き申し騒楼間よろしくお取り計らいくだされたくそうそう、浅井宗右衛門五月十六日 こんにちとちがいましてそのと時じのことですからおはなしはこれでおしまいです。しかしかいだんのうわさはなかなかきえないでゆうべもふりそでをきたおんなのこをみたものがあったとかどこのいえのとをたたかれたとかいろいろのことをいいふらすものがあるので。 きのよわいわたくしどもはひがくれるとそとへもでられずあめのふるばんなどはちいさくなってすくんでいるくらいでございます。そのうわさを聞ききこんだのでしょう。それから四五日の後にちののちにおかっぴきのおやぶんがてさきをつれてこのちょうないへのりこんできました。 町内の人たちからくわしい話を聞き取ってその岡っ引きは舌打ちをしました。「チクシャー風をくらって高飛びしやがったな」だんだん聞いてみるとなんとまあ驚いたことに浅いという人は浪人上がりの強盗だったのだそうです。 これれににはみんなもあっけとられました。「そういえば浅井はあまり人相のよくない人でしたが息子の余一郎という人は色白のおとなしそうな顔をしていながら親子連れで切り取り強盗を働いていたのかと思うと実に2度びっくりでございました。 まったく人は見かけによらないものです。それでもよほど上手に立ち回っていたと見えて、その悪事がひさしく知れずにいたのですが、何かのことから足がついて、このごろは自分たちの体があやうくなってきたので、親子相談の上で階段を仕組んだらしいのです。 元の屋敷へ帰参などはもちろんうそで夜逃げなどをしては人に怪しまれると思ったからでしょうがなぜそんな階段を仕くんだのでしょう岡っ引きの人たちの鑑定ではおそらくお隅さんをかどわかす手段であったろうというのです。 おすみさんと与一郎と関係があったかなかったか分かりませんがもし関係があったならば誘い出す方法はいくらもありましたろうから多分は無関係で行きがけの打賃におすみさんかおとよさんかひっさらって言ってどこかの宿場女郎にでも売り飛ばすつもりであったろうというのです。 裏口の戸をたたいたのは浅井の仲間か手下で何心なく出て行ったおみさんに猿ぐつわでもはめて担ぎ出したのでしょうお豊さんの方は運よく助かったわけです与一郎までがなぜ出て行ったか分かりませんがおみさんを遠いところへ連れて行くのに 一人ではちっと手に余るので、その火星に行ったのかもしれません。何しろ、ただの家出では繊維がやかましいので、こんな怪談めいたことを仕組んで、世間の人たちを迷わせようとしたのでしょう。大仙寺の那須書がその晩に怪しい女の子を見たというので、 これも自社方の調べを受けました。ッシュがそんなことを言ったために、いよいよ会談と決められてしまったわけですが、ッシュは確かに見たというだけのことで、浅井の一件には何のかかわり合いもないことが分かって、そのまま無事に返されました。したがって、 そのふりそでの女の子の正体はわかりません。あさいもふりそでの女の子のことなぞはさいしょからかんがえていなかったのでしょうが、そんなうわさがひろまったのをさいわいに、とうざのおもいつきで、じつはひっこしのひのゆうがたになぞといよいよものすごくもちかけたのでしょう。 いまのにんげんならばよいにそのてにのらないでしょうがなんといってもむかしのひとたちはしょうじきであったとみえます。かえすがえすもきのどくなのはおすみさんのおやたちでおっかさんはそれから1ねんほどねついたままでとうとうしんでしまいました。 浅い親子はそれからどうしたか知りません。奥州筋で飯取られたとかいう噂わさもありますが、たしかなことはわかりませんでした。それから3、4年の後に、おすみさんは日光近所の宿場女郎に売られているという噂わさを聞きましたが、これもうわさだけのことで、 んとのことはわかりませんでした。小説や芝居ならば浅い親子の取り物やおすみさんの行く末やいろいろの面白い場面があるのでしょうが実録は竜頭ダビとでも申しましょうかその結末が発見 きりしないのが残念でございます。どうも。ご退屈さまで。